前も手伝えってパパに言われてる。氷を挟んで回す。ミキマキパパ相変わらず熱い男だね。この人がみーちゃんまーちゃんのパパ。おお、けいちゃん久しぶりじゃないか。そして君たちは初めましてだな。あれ、それはうちの双子の浴衣じゃ。はい、みーちゃんとまーちゃん今日ライブに行くから。私たち今日チャミーズのライブに行くから、お祭り行くならこの浴衣貸してあげるよ。これ帯がラプンツェルのハートで可愛いんだよ。本当にいいの？ありがとう。って貸してもらったんです。そうかそうか、じゃあぜひかき氷を食べていってくれ。何味があるの？いちごにレモンにメロンだ。でもおすすめは全部のせだ。はいはい、私全部のせにする。よし、それじゃあ、はい、好きなだけかけていいよ。やった。牛丼のつゆだけならぬかき氷のシラップだけにしちゃった。できた。あ、それ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 、あ、よいしょ、へ、よいしょ、あ、よいしょ、お待たせだぜだぜ。やー、変な人出たー。おー、よい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 、変な人とは失礼だぜ、俺だぜ。チャック、あー、なんだビビったー。これ何？それはひょっとこって言うんだよ。もともとはひよとこっていうところから、その漢字のまま火を吹く口をしてるでしょ。へえ、ひよとこ、ひよっとこ、ひよっとこ、ひょっとこってことだね。みんなみんな、今向こうの建物でくじをやってるみたいよ。どの景品が当たっても外れがないみたいだから、みんなやってきたら？面白そうだな、俺も行く。あー、レオ遅くない？少し難しい事件があって、解決するのに時間がかかったんだ。さすができる名探偵さん。まあまあ、レオもくじ引き行くでしょ。ああ、だから行くって言ってんだろ。話を聞いてないやつだな。よーし、それじゃあ楽しいくじをしに行こうぜ。行ってらっしゃい。ああ、翼ちゃん、ケイちゃん、お友達もこんにちは。みんな浴衣姿かわいいよね。リカちゃんがここでくじをやってるって言ってたから来たんだけど。そうね、それがこれのことよ。このサイコロを振って当たった数字の景品をゲットよ。1回500円。さっきのお姉さんが外れはないって言ってたからやってみようか。うん、私もやるわ。もちろん私も。俺たちもだぜ。ってことは6人ね。じゃあ順番にサイコロを振ってね。まずは私からやってみるね。私は2番でした。それじゃあここにある数字の2番を引っ張ってみて。あ、あった、これだ。なんだろう、一体どんなものが入ってるんだろう。何？開けてみて。うん、これは、うわ、ミニチュアのお家だ。下にも何か入ってない？下ってこれのことですか？いやー、ピアノが入ってた。それにお姫様も。これはお姫様の部屋だったんだね。いいな、リオ、そんな可愛いのが当たって。次、俺がやってみる。1番だ。1番は、これだな。俺は男だから、さっきのお姫様みたいなのは嫌だな。お、これは、昔のゲームか？そう、30年以上も前に発売された、スーパーファミコンっていうゲーム機よ。今ではもう持ってる人が少ないだろうから、少しレアものよ。すげー。テレビとかでは見たことあったけど、本物って見たことなかったんだよな。よかったわね、レオ。それが500円でゲットできたなんて、大当たりじゃない。おお、じゃあ次は私が行くわ。3番よ。さっきのゲームみたいにレア物も入ってたら大人でも楽しいわね。私は何？これは、なんて可愛いお人形。このウサギは親子みたいね。赤ちゃんと滑り台もとっても可愛いし、これでマユちゃんとお人形ごっこでもしようかしら。可愛いきっと喜ぶわ。次は俺が行くぜ。俺4だったぜ。はい、4番はここよ。俺はケイトのラブラブ遊園地チケットがいいぜ。ラブラブ遊園地チケット
ことってなんだよ。うわ、これはなんだぜ。2個も入ってたけど間違いじゃないのかだぜ。これは2つで1つペアなのよ。ちなみにスクイーズで押したらムニャーって出てくるのよ。おお、こりゃすごいぜ。見てるだけで楽しいぜ。じゃあピンクの方をあげるからお揃いにしようぜ。ハートにもらってもいいの？もちろんだぜ。ケイとお揃いなんて嬉しいぜ。私ユニコーン大好きだし嬉しい。ありがとうチャック。二人に喜んでもらえてよかったわ。みんないいもの当たっていいの？次は私。5番。私は霊が見えるから見えないようにする何かがいいな。何これ？なんか結構大きいんだけど。これはロディのバランスボールみたいなものよ。へー、バランスボールってことは乗れるの？はぁ、これボヨボヨって意外と楽しいかも。跳ねる跳ねる。シオンっていつもクールだけどあんなはしゃぐこともあるんだね。うん、シオンはテンション高い時と低い時が激しいからな。やだ、めっちゃ楽しい。よし、最後は私。みんなみたいに私もいいのが当たりますように。6番だ。なんだなんだ、中身はなんだ。これはアイスとキャンディ？ただのアイスじゃないわよ。ここを外して開けてみて。これはもしかしてスライムだ。そう、ケイちゃんが引いたのは可愛い入れ物に入ってるスライム。すごい、めちゃくちゃ伸びる。こっちのアイスの形の方も出してみようっと。アイスの形を崩します。さっきのよりちょっと固めだけど、これはこれで気持ちいい。いいわねスライム。へへ、いいでしょ。みんなに喜んでもらえてよかったわ。スライムにスクイーズ、ミニチュアのお人形や部屋、ゲームに乗り物、これどれも500円なんて安すぎて最高！隣の建物では射的もやってるのよ。そっちもすごく楽しいから、ぜひ遊びに行ってみてね。おお、射的は俺得意なやつだぜ。俺もだ。え、そうなの？それじゃあここは男子に取ってもらおうよ。サンキュー！行こう行こう！あー、先生が店番なの？そうよ。生徒たちがお祭りで悪いことをしてないか見回りついでに店番をしてるの。暗くなる前に帰るのよ。わかってるって。射的の景品やばくない？海外の大人気の人形に、ブライスのお人形、トイストーリーのロッツォにシンデレラのお城、あれは何？これは誰でも簡単にできるジオラマよ。さあ誰がやるの？ケイ、欲しいものを言うだぜ。これ、キキララのジオラマのやつが欲しい。任せろだぜ。それじゃあこの赤い線から出てはダメよ。よっしゃ、ケイ、一発で当ててやるからよく見ておくだぜ。えい、やった、先生先生、倒れてはないけど当たったからいい？いいわよ。チャックくん、おめでとう。よっしゃだぜ。ホイク、これあげるから俺と付き合ってくれたぜ。それとこれとは別。でもありがとう。先生、早速作ってみてもいい？いいわ。ジオラマって一体どんなやつなの？ふむふむ、パーツをここに刺す。このパーツはきっとお菓子の家だね。屋根をつけてお菓子の家も完成。たくさんのお菓子と鳥さんとキキララをつけたら、キキララ、ヘンゼルとグレーテルバージョン完成！かわいいかわいいね、チャックすごいかわいいよ。ほんとね。ケイの笑顔の方がかわいいぜ。俺はその笑顔が見れるなら何でもするぜ。よし、先生、次は俺の番だ。チャックに取れて、俺に取れないわけがない。はいはい、じゃあ私、あれがいいわ。どれもオシャレだし、あの中ならどれでも。よし、あれだな。俺に任せろ。よっしゃ、すごいよ、レオ。三つとも全部倒れたよ。おう、だから言っただろ。俺、射的は上手いんだって。先生、倒れたものは全部いいんだよね。いいわよ。やったー！こういうオシャレで綺麗な人って、ほんと私、憧れ。お部屋に飾ろうっと。レオくん、
任せとけ。さっきみたいに2個を落としてやる。2個どころじゃなく3個になっちゃったけど。すごい、レオくん本当に本当にすごいよ。一発でこんなに取れるなんて。口だけじゃなく有言実行できるって本当に素敵だね。素敵。いやお前やめろよな、素敵とか。確かに俺は何でもできるけど。レオ、シンデレラ城のやつ。ま、任せとけ。少し小さいけど、ちゃんと狙えば一発だ。ほらな。本当にレオくん、すごいよね。でもあなたたちがいたら景品を取りすぎて、全部なくなっちゃうから、他のところにも行ってちょうだい。そうだね。それじゃ、ビクトリア先生は店番頑張って。くじと射的でたくさんゲットできたし、お祭りってほんと楽しいよね。お祭りが好きだよって子は評価をぜひ。チャンネル登録もよろしくお願いします。ここでみんなに質問だぜ。もしお祭りに行くなら俺とレオどっちと行きたいかだぜ。コメント欄で教えてね。また次の動画でね。